ミケル、オヤルサバル、キンダイラレアルを牽引するエース。デビューから今年までのスタッツ紐解きます。キンダイラレアルの象徴、ミケル・オヤルサバル。彼は正確無比のシュート技術でゴールに迫り、並外れたボディバランスでボールを保持しチャンスを創出する。2223シーズンから久保がラレアルに加入したことにより、ラレアルに対する日本人からの注目度は急上昇しました。シーズン前半はかなり好調で、久保も重要なピースとなりラレアルを支え、後半もこの調子を維持するものと思っていたファンも少なくないでしょう。しかしワールドカップ明けから徐々にラレアルの歯車は噛み合わなくなっていきます。それと同時期に復帰したオヤルサバルには日本人のみならず、 SNS を見ると現地ファンからも厳しい声が上がってきています。現地ファンのツイートを一部紹介します。一番いい状態になっている選手を試合から取り上げることは絶対にできない。久保の交代は理解しがたいもので取りようがない。おまけにこの PK はオヤルサバルの失敗から、2点目は桃の失敗から生まれた。なぜ久保を外しオヤルサバル野鳥を投入したのか、なぜブライスはまだ先発でプレーしているのか、彼は我々に多くの悲しみを与えている。なぜこの2ヶ月でスパニョールとエルチェにしか勝てなかったのか。それではなぜイマノル監督はオヤルサバルを使うのか、どれだけすごい選手だったのか、プロデビューから現在までのスタッツを振り返っていきます。1号16シーズン、当時18歳9節にトップデビューし、監督交代によりレギュラーに定着しました。18歳で6次を挙げレギュラーに定着、普通にかなりすごいです。16-17シーズン、 A 代表デビューを果たします。リーグ戦では昨季から出場時間は大幅に伸ばすも、ゴール数は伸び悩みました。契約を延長して2022年までとしました。17-18シーズン、初めてシーズン2桁得点を達成。敵ペナルティエリア内でのタッチ数はチームトップで、20歳ですでにエースとしてボールが集まるようになります。18-19シーズン、 PK3 本を含む13ゴールを挙げる。ここに記載しているスタッツはほとんどチームトップ。この時点で久保と同年齢という驚き。19-20シーズン、イサクの加入で1列下がってのプレーが増えるも、PK4 本を含む10ゴールを達成。コパデルレイを優勝に導く大活躍。クラブ通算50得点、ラリーガ200試合出場も達成した。20-21シーズン、ヨーロッパリーグの出場もあり、リーグ戦の出場時間は若干減少するも、4年連続で2桁ゴールを達成。20歳から続けているのが普通にすごすぎます。21-22シーズン、3月に前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまう。10試合弱を残して9ゴールを記録していただけに、本人もかなり悔しい怪我となったはずです。そして22-23シーズン、12月に復帰し2028年まで契約を延長しました。久保とオヤルサバルが同年齢時のスタッツを比較します。シーズン終了までどうなるかは分かりませんが、怪我がなくこのまま順調にいけばゴール以外は同水準、またはそれ以上になりそうですね。結局、なんでオヤルサバルを使うということについて私の考えを述べます。チームとして来季 CL 出場を大きな目標にはしているものの、ラレアルというクラブは地元に強く根付いているのもまた事実です。バスク州出身でユースからの昇格組である彼をないがしろにするのが難しいことは、日本から応援する我々も理解しておかなければなりません。とはいえ、負けてよいのかと言われるとそうでもないのはこのクラブの難しいところです。チャンピオンズリーグでもヨーロッパリーグでもオヤルサバルの復調は必須であることは間違いありません。シーズン終了後に何位になっているかは終わってみないと分かりませんが、ヨーロッパのコンペティションを戦う上でピッチ上にチームの精神的支柱は必須です。オヤルサバルの復調はチームメイトも願っているはずです。また久保に必要なシュート技術を体現してくれる師匠でもあるので、もっとピッチで同じ時間を過ごしてほしいと思っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。